ピエロ・ラルディ・フェラーリは、イタリア・モデナ出身の実業家。自動車メーカーのフェラーリの副会長であり、航空機メーカーピア・ジョアエロの社長でもある。単に、ピエロ・フェラーリとも呼ばれる。1945年に、旧貴族の娘であったリーナ・ラルディ・テリア・デ・ラルディと、フェラーリ創業者のエンツオ・フェラーリの間に諸子として、生まれた。1956年に死去した、アルフレード・フェラーリの異母帝である。 イ5十父の元フェラーリで働き、1969年にフェラーリがフィアットと提携した際、フェラーリの株式10%を所有することを認められた。1978年にエンツォの制裁ラウラが死去した後正式に認知された。ピエロ・ラルディのもう一つの姓のラルディは母のものであり、認知された後に付けることとなった。1988年の父の死後には、 フェラーリの副会長となり、同時にフェラーリの役員会のメンバーとなる。また、1990年代には、フェラーリの創業50周年モデル、フェラーリ F50 の企画発案を行ったほか、様々な形で経営への助言を行っている。2016年現在も、フェラーリの副会長を務め、フェラーリの経営に関与するほか、フェラーリのクラシックモデルの認証機関である。 フェラーリクラシケの官邸団、コサーの議長も務める。フェラーリについてマネージメント、ピエル・フェラーリ。フェラーリ .com。2010年2月26日閲覧。ピノ・リュジャビ、SIS ・ペンタ A95 ンニリナ・ラーリ、イル・グランデア・モーレディ、エンツオ・フェラーリ。 ガゼッタ、イ http コロンスラッシュスラッシュ archiv iostorico. ガゼタ .it スラッシュ2006スラッシュ giugno スラッシュ28スラッシュ spntaanini na r a d i q r a n d e g 3 0 6 0 6 2 8 0 0 5 shtml2008 年12月30日、閲覧。ありがとうございます。